当にありがとうございますさあ皆さん、いよいよですよ、 CX60 に試乗したいと思います。もう9月15日に発売開始されたということでね、はい、では今回も一緒にご案内いただくのはこの方です。神戸マツダ神戸本店の営業、横田涼子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一つ前の動画ではですね、はい、内装とか外装 CX60 ご紹介いただいたんですけれども、今回試乗する車は後ろのものになるんですが、はい、カラーもグレードも違うということで、はい、こちらはどういったものになりますか？こちらはマイルドハイブリッドを搭載しておりますディーゼルエンジンのお車になっておりまして、グレードは一番最上級のプレミアムスポーツというグレードになっております。やはり最上級に乗せていただけるんですか？はい、はい、やっぱりね、大きさが大きいというイメージがありますので、どうなのかなって、運転のし心地とか、はい、小回りとか、これだけ神戸のビュービュー車が通るところでは恐怖心はないのかなとか、はい、正直ね、緊張感を持ってるんですが、はい、そういう部分をどのようにいつもフォローしてくれるのがマツダの車なので、はい、どういう風になっているのかちょっと楽しみに行きたいと思います、はい、それでは一緒によろしくお願いします。よろしくお願いいたします。レッツドライ乗り込みます。うわいかがですか？あれ乗っていただいて60ですよね。はい、そうです。あの前回のと全然変わりすぎて同じ車と思えないですね。そうですね、内装もなのでシートのカラーであるとか、はい、この辺りのハンドル周りですね、も違ってくるので、まずエンジンを乗っていきましょうか。そうですね、ブレーキ踏んでいただきまして、こちらのエンジンスタートボタンをお願いいたします。うわ、前の部分の、うわ、かっこいい。かっこいいですよね。こちらもフル液晶でございまして、はい、で、まあ、ちょっとやっぱりエンジン音ですね、今回あの直列6気筒の 3.3 のディーゼルということで、ちょっとエンジンかける時の音もちょっと違いました、はい、ちょっともう一回やっていいですか？はい、かかる時のちょっと音が分かります。ちょっと低いというか、こうドドドドドっていう感じが、はい、ドドドドドうーんとこう広がる感じ、ね、今回これはレザーは一緒ですかね？はい、同じくナッパレザーなんですけれども、はい、単内装ということで単カラーになってます。これはこのグレードだけなんですね。ありがとうございます。ではナビゲーションにしておきますね。はい、わ、見やすいですね。見やすいですよね。地図もね。あ、これが、うわ、え、何これ？全然出発できない。いえいえ、グググじゃなくて、はい、左右にさ、あの左に倒していただいてから下に倒してください。滑らかですね。はい、いただきます。はい、お願いします。のこの音がまた、なんだろう、ちょっと軽い感じで、そうですね、いいコツコツって言ったようなイメージですかね、はい、うん、あ、すごいですね。もうちょっとこう、はい、アクセル踏むだけで、はい、エンジンのパワーすごいですね。そうですよね、本当にちょっと踏んだだけでブンと行くので、はい、ちょっと調整が今までと違うなっていう感じがあります、はい、今からもちょうど坂道になりますので、少しゆっくりアクセルを踏み込んでいただいてもよろしいですか？ゆっくり、はい、おお、あれ、ちょっとずつ踏んだんですが滑らかですね。車の動きが、ね、本当にこう軸をしっかり持ったまま上がっていくので、はい、なんか運転のし心地も高級感を感じますね。 ありがとうございます。あ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。いいですよね。はい、こんなに安定感があると運転って楽しいんですね。スムーズ、坂上がってるとは思えないスムーズですよね。今ちょっとカーブがね、はい、いくつかあるんですが、はい、どうでしょう、曲がりやすいでしょうか？曲がりやすいです。結構ハンドルをね、切った分だけ曲がるようなイメージかなと思うんですけれども、はい、実は CX60 はですね、
今まで CX5 っていうのがあるんですけれども、うんうん、5よりも実は曲がりやすくできていまして、でも、はい、まあ、乗り心地ではあまり感じてないんですが、はい、数字の長さとしては5よりは長さとか長かったですよね。そうですね、そうなんですよ、ボディの長さは長いんですけれども、はい、こうタイヤがよく切れるように作られてるんですよ。切れるっていうのは動きやすいみたいな。動き、そうですね、切りやすいっていうことで、それはなぜかと言いますと、はい、こちらのお車が直列6気筒のエンジンを積んでるんですけれども、はい、こう横に積んでいるのではなくて縦に積んでるんですね。ほうほうほう。なのでその分こうタイヤハウス前輪が動く場所が広く取られてるんですよ。エンジンをこう横に積んじゃうとその分ちょっと狭いんですけど、はい、縦に積むことによって横のスペースがちょっと広々としているので、それによってこうタイヤがキュッとこう切れるというようなことになっております。ちょっと燃費とかってどうなのかなって思うんですが、はい、どうですか。実は逆に良くなっておりまして、ちょうどマイルドハイブリッドが搭載されているディーゼルエンジンですと、はい、WLTC モードで 21.1 キロ、これだけ広々としていて安定していると、はい、長距離のこうドライブをしたいなっていう気持ちになるなって今思うんですけど、 そうですよね、その時に燃費がいいってなると助かりますね、はい、経済的ですし ねそうなんですよ。ではちょっと駐車を試していただくんですけれども、はい、リバース入れていただきますと、おい、すごい後ろの映像だけじゃなくて、はい、上からの映像両方とも映ってますね。はい、すごい見やすい。でこれで、はい、ハンドルを回していただいて、そう大きいからね、入れんのもドキドキするんですけどね、はい、よし、ちょっといいですか、ここで。はい、この辺りで大丈夫で、お疲れ様でした。すごい、ありがとうございます。こんなに大きい車運転してたのを忘れるぐらい。さあ CX60 試乗させていただきましたが、体感とか見え方っていうのはやっぱり一つ一つ、カラー一つでも変わってくるので、はい、でも皆さん絶対実際に見てみてください。想像とか大きさの感じ方とかも変わってくると思いますので、はい、こちらに来たら試乗させていただけるんですよね。はい、もちろんです。試乗していただきます。じゃあ詳しくは動画概要欄に URL 載せておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください、はい、ということで今回プタさんありがとうございました。ありがとうございました。それでは